アンナアンカーはデンマークの画家である。夫のミカエルアンカーと共にデンマーク最北端の町、スケーンに集まった画家たち、スケーン派の代表的画家の一人である。スケーンで雑貨屋、後に宿屋を営む家に生まれた。スケーン派と呼ばれる画家の中で唯一のスケーン生まれ育ちの人物である。しかし、当時、女性が芸術家として活動するのは、 極めて難しいことであったがコペンハーゲンにある画家のビルヘルム・キューンの作った美術学校で3年間学び、自己の画風を作り上げた。女性画家のマリー・クロイヤーと共にパリのピエール・ピオビスド・シャバンヌのアトリエでも学んだ。マリー・トリプケは後にスケーン派の画家、ベーダー・セベリン・クロイヤーと結婚することになる。アンナ・アンカーは1880年に画家のミカエル・アンカーと結婚し、 娘を設けるが、結婚後も創作活動を続けた。また彼女がスケーエンに定住し、画業を務めることでより一層、芸術家の共同体を形成するに至った。1884年に、夫妻はスケーエンに住居を購入した。父親の宿屋の食堂の壁面は、スケーエンの画家たちの作品で飾られている。第二次世界大戦後、スケーエン美術館へ移設された。 ミカエルとアンナのアンカー夫妻の肖像はデンマークで1998年から発行されたセンクローネ紙幣柄に採用された。これはベーダー・セベリン・クロイヤーが1884年に描いた絵が元になっている。ありがとうございます。